こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、現在朝の5時でございます。海の上からお送りということは釣りですね。この梅雨時期のジメジメっとした朝方に狙うターゲットはですね、マダコでございます。取れたてのタコはね、とてもうまいです。ということで狙いに来ました。でタコどういう風に釣るかというと、タックルはね、ジギングのタックルでいきます。で仕掛けこんな感じです。重りがついてて、ほんでエギがついてます。まあエギ1個でもいいみたいなんですけど、2種類、この普通のエギタイプの針と吸ってタイプ、まあ、一応2本つけときました。こっちの方がノリがいいのかなと思いまして、ほんでこの上に今日こうやって水中カメラもつけてみました。ここにレンズがついてて、うまくいったらタコが抱く瞬間が撮れるかもしれません。撮れるかもしれんけど邪魔になるかもしれないですけどね、まあ、ちょっと物は試しということでやってみましょう。ほんでね、なんか僕ね、噂で聞いたことあるんですけど、これバターをなんかエギに塗るとタコの食いが良くなるらしい。そんなことを昔聞いたことがあって、今日ちょっとそれも検証してみたいなと思います。よし、やっていきましょう。ぬりぬりと。結構釣り人界隈では有名な話で、どうなんだろうってずっと思ってたんですよね。意味がないっていう人もいれば、やっぱちょっと効果あるよって方もやっぱいますよね。よし、こんなもんでしょ。よし、行きます。いってらっしゃい。水深がね、5m、もうトントンってやってるとタコがシュッと来てガブッと抱くんで、きっと引き上げると。めちゃくちゃね、簡単な釣りです。おっし、ちょっとまあヒットシーン取れんかったけど、乗ったぞ。絶対これタコだろ。来た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 、ほら、きん、はい。で水中カメラつけてたんですけど、ちょっとね動きが悪いんですよね。そこも撮りにくいってことでちょっと撮りました。いや、どんな映像が撮れてるかちょっとわかんないんですけど、ちょっと見てみましょうか。どうぞ。ちょっとね、画面用意する方いるかもしれません。なので画面用意するよって方はこの時間までスキップお願いします。はい、海の中こんな感じですね。人手が見えますね。でこの人手が多分真人手ですね。でこいつが糸巻き人手で、真人手はなんか噂によると食べられるらしい。ウニの味がするみたいですよ。またこいつを狙いに釣り行ってもいいかなと思いましたね。はい、こういう感じで、まあ、海の中結構濁ってますね。で貝殻がこれ多分大アサリかな、大アサリか鳥貝かなんかかな。だからこういう大アサリとか鳥貝、うおー来た、見ました。今これタコがね、実は来てるんですよね。ほら来てるんですけど、あのね、表せれてないんですよね。水中カメラの重さでちょっとあんまりね、重さが分かってないんですよ。結構重たいんですよね、水中カメラって。もう1匹来てますね。2匹かかってたんですよね。動画ね、見返してちょっとショックでしたね。ほら、これもね、抱いてはいるんですけど合わせれてなかったんで外れちゃってます。でこれがこうやって先ほどのワカメと石がくっついてきたシーンですね。ほんとね、ちょうどタコぐらいの重さなんですよ、このワカメと石のこの重さが。もうマジでタコかと思いましたね。はい、こんな感じでございます、水中映像は。はい、というわけで水中カメラ撮ってこういう風に1個にしました。やっぱね、1個にした方がそこ撮りやすいですね。でね、渋いっぽいっすね。タコって釣れる時めちゃめちゃ釣れるらしいんですけど、もう渋い時はもう全然らしいんで。でこの釣りはね、割と地味な釣りなんですよね。こう船を流してエギをコロコロと海底で転がすような釣りですね。ほんで重みが来たらグッと合わせてタコを引っ掛ける、そういう釣りなんですけどね、この重みすらなかなか来ないっていうね。でタコはね、特に引きとかはないです。もうゴミが引っ掛かったんじゃないかなっていうあたりがもうタコのあたりなんで、海藻とか岩とかそういうのと全く一緒ですね。なんで割と好き嫌いの分かれる釣りではあると思いますね。さあ来いよ。来た、おー来たな、おー来た来た、俺も来た。え、これタコじゃん、タコじゃん、お、タコ来た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 、急に来たよ。やったー、来た。マダコですね。うまそうなマダコ釣れましたね。サイズもまあまあぼちぼちいい感じですね。よし、とりあえずもう少しするかな、あと 2,3 倍釣って帰りたいと思います。それじゃ帰宅。よいしょ、ただいまということで、本日の釣果がこちら。出ておいで。おお、マダコちゃんということでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。
釣れたてのマダコちゃんっていうことでね、サクッと釣ってまいりました。サイズはね、中ぐらいからちっちゃいサイズ、特大サイズはなかなかね釣れないんですよ。大きいサイズはねちょっと難しかったんですけどね、なんとか釣れました。というわけで今日はこちらの新鮮マダコを使ってマダコの塩茹で、そしてアヒージョ、そこら辺を作っていきたいと思います。そしたら一度こちら冷凍したいですね。なんかこのタコだけなんかちょっと種類違うんかな、イイダコなのか、これだけ違いますよね。なんかイイダコにしちゃこの点がないし、砂ダコ、まあでもイイダコか、まだね生きておりますんで。そしたらタコの締め方なんですけど、この眉間の間にブスッと包丁とか長細いもの刺して締めるやり方もあるんですけど、まあ、このぐらいの小さいタコだと内臓をひっくり返しちゃう。こうやってくるっと頭ですね、タコの頭って言うんですけど、まあ、これ胴体ですね、正確には胴体の部分。でこれひっくり返しちゃったらこれも締まりますんで、で肝と墨袋とかここら辺取っちゃえばいいのかなと思います。こんな感じですね。おお、どこ行くだ、こう指入れてくるっとで内臓を外すと、エラ取って、これ白子ですね、白子、これエラですね、でこれ肝です。こんな感じで戻すと、よいしょ、あこれ一番大きいな、ひっくり返して、おお、ひっぺがして、お墨がね、タコの墨はね服についちゃうと本当に取れないのでね、気をつけて気をつけて、よいしょ、はい、こんな感じに内臓が抜けました。そしたら次は目玉を取っていきます。はい、そしたら目玉ここですね、2つついてますんで、まあ、下にこうやって切れ込みを入れて、そうするとプリッと出てきますので、これを2つ手でつまんで取る感じですね。はい、これで OK。 もう一回いきますよ、目の下に1本、そして2本入れると、そしたら目が出てきますので目を取ると、まあ、目もね別に食べれないことはないんですけど、ちょっと口に残るので取ります。はい、目玉も取れました。そしたら次に塩もみでタコの表面についてるぬめりを落としていくんですけども、この生きてる状態だとなかなかぬめりが取れないんですよね。なので結構長い時間塩もみをしなければいけません。でもこう長い時間塩もみをしてしまうと、これだけタコが小さいので塩がタコに入りすぎてしまって、ちょっと食辛くなっちゃうんですよね。なので一度こちら冷凍します。冷凍することによってこのぬめりがとても取れやすくなります。冷凍してある程度ぬめりを取って、で軽く塩もみをすると、そうするとちょうどよく塩分も入るし、ぬめりもきれいに取れると思います。よし、なので一度こちら冷凍したいと思います。でタコは冷凍しても味落ちませんのでね、冷凍した方がいいと思いますよ。でタコたくさん釣ってきて冷凍する時も、いっぺんにまとめて10杯20杯ガツッと冷凍するんじゃなくて、こうやって小分け、まあ、1杯2杯ぐらい、だいたい晩酌で食べるサイズってこれ1杯ぐらいで満足じゃないですか。なんでまあ1杯2杯ぐらい小分けにしとくと、食べる分だけ解凍して美味しいタコ刺しができますよね。はい、そしたらこちら冷凍していきたいと思います。じゃあカチカチになるまで移動。はい、こんな感じに1日カチカチに凍らせました。そしたらこれを一度解凍していきます。マダコは流水で解凍していきます。まあ、この大きさだったらだいたい10分ぐらいで解凍できると思います。はい、ではこのように溶けましたと。やっぱちっちゃいんで早かったですね。そしたらこちらのタコを塩もみしていきます。そしたらボウルの中に入れて塩でガチガチしてもいいんですけど、ボウルにザルをかませて、でそこに塩をかけると、ダーッと、でここで揉んでいくと、こうするとザルの網目でタコが擦れてぬめりが落ちやすいし、タコのぬめりが下に落ちてってくれるんですよね。ザルの網目に擦りつける感じで揉み込んでいくと。で本当にね、こんだけちっちゃいタコってすぐに塩が回っちゃうんですね。なので素早くスピーディーにガーッとね、特にここですね、吸盤とくちばしのところ、ここがぬめり落ちにくいので、こう持って下にしてゴシゴシゴシーとこういう感じで擦りつけていくと、ものすごい綺麗になります。で触った感じ全体的にキュッキュキュッキュしてきたら OK ですね。表面のぬめりをサクッと落として、こう持ってザルにこすりつけると、ガリガリガリっと、やっぱ一回冷凍してあるんで簡単にぬめりが取れますね。
生きたタコだとなかなかここまで簡単にぬめり落ちないんですよ。やったことある人だったらねすげえわかると思うんですけど ね、タコは一回冷凍すると処理がしやすい。はい、こんな感じ。すごい、これ全部タコのぬめりです。はい、このようにタコの塩もみが完了しました。そしたらこちらを茹でていきます。はい、こんな感じに綺麗に湯がき終わりました。綺麗な色が出てますね。そしたらお皿にわかめをたっぷり引きます。僕の方の地域ではちょっとお高い海鮮料理屋でマダコの塩ゆで頼むとこんな感じでわかめの上にタコが一匹丸ごとドーンって乗ってて、で綺麗に洗ったハサミがこうついてこの状態ではいどうぞって出てくるんですよ。でハサミで自分たちでチョキチョキ切って食べるっていうスタイル、これがうまいんですわ。最高なの。なんで1,2,3,4ドカーンといきましょう。で食用菊をちょっと乗せますか。ポンポンポンと黄色が入ると綺麗ですね。でパセリやなんかもちょっと添えます。そしたら綺麗に洗って消毒したハサミを添えたら釣れたてマダコの塩ゆでの完成。はい、次はアヒージョを作っていきましょうか。アヒージョはちっちゃい子使っていきましょう。ちょっと切ってみましょうか。どうだろう、茹で加減は。お、バッチリですね。完璧じゃないですか。レアすぎず、火は入りすぎず、いい感じですね。で、これ足一本ずつにします。もうこのぐらいのサイズだったら、もうこのままアヒージョでいいと思います。ほんと、マダコってね、このぐらいちっちゃいやつが本当にうまいんですよ。なかなか売ってないんですけどね。釣り人の特権ですよね。このサイズがいただけるっていうのは。ちょっと足一本いただきます。柔らか、うまっ。でアヒージョの具材なんですけど、いろんな野菜とかシーフードとか入れても美味しいと思うんですけど、今日はシンプルにタコだけの味わいを楽しみたいということで、タコとこちらブラウンマッシュルーム、やっぱりキノコの旨味もね入ると相乗効果で美味しくなると思いますので、ブラウンマッシュとあとはニンニクとタカノツメ、具材はこのぐらいで作っていきます。まずはニンニク、ニンニクは2つぐらい入れますか。でニンニクはスライス、でマッシュルームは半分にカット。このマッシュルームがうまいんですわ。アヒージョにすると全部入れちゃいましょう。で鷹の爪、種を抜いて刻んでいきます。で鷹の爪は水につけておくとふやけて切りやすいです。はい、こんな感じ。そしたらフライパンにこちらオリーブオイル、ちょっといいオリーブオイルを使っていきます。たっぷりと入れていきます。まあ、だいたいタコが浸かるなーっていうぐらいまで、このぐらいでいいでしょう。だいたい 2,3 センチってとこですかね。そしたらここにニンニクスライス、鷹の爪で、お塩を1、2つまみで、弱火でゆっくり加熱してニンニクの香りを出していきます。そしたらアヒージョ煮込んでる間にバゲット切っていきましょうか。まあアヒージョといったらこれがないとねやっぱ始まりませんわな。よし、こんなもん。ちょっと軽く焼いていきます。はい、いい感じにニンニクの匂いが立ち込めてきました。そしたらここにキノコ、そしてタコさんで、グツグツと煮ていきます。はい、タコとマッシュルームに火が入りました。そしたらここにフレッシュパセリをファサーっとかけたら、はい、これでタコのアヒージョの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらのマダコの塩ゆでからいきましょうか。この塩ゆで、この足をチョキンと切るんですよ。パツッとパチッ、ちょうどいいゆで加減。でもこれを豪快に手で醤油につけていただきます。
うめえ。やばい、めちゃくちゃ美味しい。このタコ柔らかくて味が濃い。うん。でタコってタウリンがたくさん入ってるんで、疲れてる時とかに最高なんですよ。夏バテ防止にもいいでしょうね。ほんでこれワカメですよ。ワカメもハサミでちょきっと切って、で箸休めで食べる。うまい。でタコってカロリーがめちゃめちゃ低いんですよね。 100g あたり70キロカロリーしかないんですって。だいたいこれが 100g ぐらいかな。これで70カロリーしかないんですよ。タコって結構噛むじゃないですか。噛むし割とお腹に溜まるんで、ダイエットにも絶対いいと思う、この食材は。まあ、ちょっと高いけどね。高いけど自分で釣ればただですから。船代がかかるとかそういうのは一回置いといてね。いやほんと釣りっていい趣味ですよね。めちゃくちゃうまいな。ほんで次アヒージョ行きましょう。まずそのままで行きますね。じゃまずタコとマッシュルーム一緒にいただきます。うまっ。またねボイルとはちょっと違った感じですね。このタコにオイリーな感じがプラスされて、タコからとかとはまた全く違うんですけど、ジューシーな感じになってますね。でこのマッシュルームがよく合う。タコ乗せてバゲットに、でマッシュを1、マッシュルームもっと入れてもよかったですね。オリーブにつけて、これでいただきます。うまっ。めちゃくちゃうまい。これみんなやった方がいい、これは。はい、ということで今日はこちらのタコのアヒージョとタコの姿茹でときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、白色のやつ、白ワインです。これは完全に白でしょう。はい、0対10ですね。ワインだから当たり前。いただきます。ここの組み合わせが噛みすぎる。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分でタコを釣ってきて、アヒージョと塩ゆで作ってみましたけども、格別。やっぱり自分で釣ったものはうまい。特にねアヒージョマジでうまかったっすね。あーもうちょっとまだ作らなかったなっていう味でした。アヒージョは皆さんぜひやってみてほしい。あの作り方で抜群に美味しい。ほんでエギにバターつけましたけど、正直あれは僕の見解ですよ。僕あんまり効果ないなって思いました。一緒、まあ地域によるのかもしれませんけどね。僕の今日行った釣り場では特にバターつけてるからって言って爆釣したわけでもないですね。なんならバターつけてない人の方が釣ってたぐらいでしたね。今からタコが美味しいので、皆さんもぜひタコを召し上がってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はお塩ありがとうございました。バイバイ。